ま、申し訳ありません。途中でつまずいてしまい、その大変高価なものを。ポットのことは気にしないでください。それよりお怪我はありませんか、ルイス様？この紅茶はどこへ運ぶ予定だったのですか？はい、ウィリアム様に頼まれて。兄さんに？すぐに入れ直しましょう。時間は正確に。兄さんは濃いめがお好きですから。さあ早く兄さんの元へ。注ぐ頃にはちょうどいい温度になっているはずです。あ、はい。